グローバーです。毎日1枚1年で365枚の名画をお届けする日めくり3分間名画の旅。今日の作品はこちらです。132枚目の作品はベラスケスのブレダの会場です。では番組監修の藤井幸先生からお話を伺いましょう。藤井幸です。17世紀バロック期に活躍したディエゴ・ベラスケスはスペイン最大の巨匠ですね。画家の中の画家と言われたベラスケスの画業の中でもこのブレダの会場はあらゆる絵画の中でも最もそれに的な名画の一枚と称される傑作です。縦3メートル、横が 3.7 メートル、人物が等身大に描かれたとても大きな作品です。この作品はスペインのマドリードのプラド美術館で見ることができますよ。先生、この絵はブレダというお城を引き渡している場面なんですか？その話をしましょうね。オランダの要塞ブレダをめぐる数ヶ月にわたる戦いの後、スペインが勝利しますね。これはオランダブレダの司令官ナッサウがスペインのスピノラ将軍に要塞の城門の鍵を渡すところですね。絵の真ん中に広く描かれてますね。この絵はこの戦いの10年後にフェリペ4世の戦勝10周年記念に利休に飾られる目的で描かれたものなんです。10年も経ってから描かれたんですか？じゃあベラスケスがその場で見たことを描いたんじゃないんですね。フェリペ4世の戦勝10周年記念というところがミソでしてね、この王様は政治や戦では誇るべき功績がないので、このような企画が持ち上がったものではないかなと思ってるんです。ベラスケスはスピノラ将軍や当時戦った人たちの証言からこの絵を描いていたそうですね。勝った方は馬に乗ったまま負けた方の将軍を見下ろすように描いている絵が多いのですが、この絵ではスピノラが負けたナッサをいたわるように礼を尽くしている様子なんですね。これは事実だったそうです。大変珍しいですね。スピノラはできた人物だったんですね。オランダからも賞賛を集めたそうで、ベラスケスはこの絵にスピノラへの敬意を込めて描いたと言われてますね。そんなドラマまでこの絵画には描き込まれてるんですね。なんか映画を見てるような気さえしますね。ほう、映画か。安井さん面白いこと言いますね。疲れたようなほっとしたような人々の描写が素晴らしいですね。画面の奥には戦場が描かれています。まだくすぶっている煙が何箇所からも上がっていますね。湖のようになっているのは水攻めの跡ですね。画面右側の整然と並ぶ勝者のスペイン軍の槍と、左に数少なくしかもバラバラに元気なく描かれているオランダ軍の槍、もうとても象徴的ですね。勝者と敗者を描き分けている名画と言われてますね。この作品は長槍とも呼ばれている作品です。まだまだ見どころがありそうですが、先生今日はこの辺で。では最後にクラシックソムリエの田中康さん、音楽のお話をお願いします。今日の音楽はサラサーテのカルメン幻想曲からアラゴネーズです。スペインの港町セビリアを舞台にしたオペラカルメンは異国情緒満載。その聴きどころをスペイン出身の天才バイオリニストサラサーテが編曲したカルメン幻想曲は息を呑むような素晴らしさです。